さあ双方その進行方向を変えましてファイナルクォーター第4クォーターに入ります。トライスターズ相手陣18ヤードからのファーストダウン10で試合再開です。クォーターバック21番オプションからそのまま中央へのキープレー、相手の裏をつくように中央を切り込みまして約5ヤードのゲインとしています。ここはかつてのエースランニングバックの素晴らしいランが披露されました。クォーターバック21番木田、ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られます。レフリータイムアウトを解けまして試合再開となります。トライスターズセカンドダウン5で試合再開です。パス不成功。クォーターバック11番プレイアクションから右に展開しておりましたワイドレシーバー2番にパスを投じましたが2番これをキャッチミス、パス成功でサードダウンに変わります。ここでトライスターズはクォーターバックを11番に変えてまいりました。11番は先ほどから活躍しておりました伊藤です。摂南大学出身、トライスターズサードダウン5、パス成功、ファースター、ここで中央に入り込みましたワイドレシーバー34番にクォーターバック11番パス、これが見事に通りまして攻撃権更新になりましてトライスターズファーストダウンとなっています。ここは鮮やかなパスを投じましたクォーターバック11番の伊藤です。摂南大学出身。さあこれによりましてトライスターズは相手陣4ヤードからのファーストダウン2ゴールに入ります。ここでトラブル発生、センターのスナップをクォーターバック後逸いたしました。なんとかプレッシャー来る中それを抑える形には成功しましたが大きく後退する形でセカンドダウンに変わります。この辺りはチャンスとして、勇み足だったかもしれませんがしかしまだ攻撃権ある状況です。ボールオンは相手陣17ヤードからクラブ、失礼しました、トライスターズセカンドダウン2ゴール。ここでホイッスル、イエローフラッグ反則が発生というシグナルが出ております。トライスターズ56番5ヤードのペナルティセカンドダウンを繰り返します。オフェンスの反則です。ホルススタート、揃ってスタートを切っておりませんでした。5ヤード抜体する形でセカンドダウンやり直しです。さあトライスターズ相手陣21ヤードの位置からのセカンドダウン2ゴールと変わります。パス成功、
クォーターバック11番右に展開したワイドレシーバー2番にパス、これを2番タックル受けながら見事にキャッチしまして大きく前進しております。これによりましてトライスターズは相手陣11ヤードまで陣地を戻しました。トライスターズサーダン2ゴール残り11ヤード。さあフルバックのダイブプレー、中央密集点の突破をキャリア5番に託しましたが、しかしエンドゾーンには届いておりません。フォースダウンに変わります。しかし約5ヤード近いゲインを奪っております。キャリア5番は 石塚大阪電気通信大学出身。トライサーズフォースダウン2ゴールフィールドゴールトライ、キックによる3点狙います。キックレングスは21ヤード。キック成功、3点獲得。このフィールドゴール、ゴールポストに当たりましたが、その当たったボール、見事にくぐりまして、フィールドゴール成功です。トライサーズフィードゴール成功により6点追加となっております。雨天の中非常に膠着する展開もありましたが、しかしその感激をつきましてトライサーズが見事に得点を重ね、現在16点のリードを奪う展開となっております。そのトライサーズのキックオフで試合再開です。さあアイランズリターンに入ります。リターナー右側を選択しまして自陣22ヤードの位置で倒されましたが、この位置からの攻撃を確保します。さあアイランズとしては何としても1本タッチダウンを取り返したいといったところでしょう。その意味でも残り時間鑑み、ここでのシリーズ期待です。クラブアイランズ自陣23ヤードからファーストダウン10。チームタイムアウト、クラブアイランズ後半1回目です。ここでクラブアイランズが後半1回目のタイムアウトを取りました。クラブアイランズとしては残り時間を先ほども申し上げました通り考えますと、このシリーズが非常に重要だという考えに至っている模様です。ここで一旦仕切り直すためにタイムアウトを取りました。さあタイムアウトを解けまして試合再開です。クラブアイランズ自陣23ヤードからファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック44番ここでプレイアクションのパス、ターゲット85番めがけて投じましたがタイミング合わずパス不成功です。
クラブアイランズセカンドに変わります。クラブアイランズセカンドダウン10、パス成功、ファーサークォーターバック44番左スプリントアウトからワイドレシーバー85番にパス、85番これを見事にキャッチしまして攻撃権更新です。クラブアイランズファーサー見事にパスを通しましたのはクォーターバック44番の堀田、京都大学出身、取りましたワイドレシーバー85番は寺崎、大阪体育大学出身。クラブアイランズ自陣39ヤードに上がりましたのファーストアンテン、さあここでランプレーです。何枠42番にハンドオフ、42番潜り込むようにセカンドエフォートで約4ヤードのゲインとしています。ここでホイッスル、レフリータイムアウト、負傷者のためのタイムアウト、ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られています。試合再開です。クラブアイランズ自陣43ヤードからセカンドダウン6、さあ今度はランニングバック9番に変えましたランプレー、右オフタックル突破図らんというところでしたが、これはアイランズディフェンス陣奮闘しまして、ゲインはほとんどありません。サードダウンに変わります。クラブアイランズサードダウン6、さあ左オフタックル付近へのランプレー、キャリア9番攻撃展開突破図らんというところでしたが、しかし攻撃権更新には至っておりません。レフリータイムアウト、負傷者のためのタイムアウト、ここで負傷者が発生しましたのでレフリータイムアウトが取れます。ここでアイランズはランニーバックに9番の砂川を投入しております。手塚山大学出身の選手、スピードに乗ってのランによって状況打開図らんというところですが、トライスターズがこれを見事に対応しております。さあアイランズフォースダウン2、勝負に行きます。フォースダウンギャンブル、2ヤード獲得できないと攻撃を失いますが、さあどう出るか、さあランプレー行った、しかし攻撃権更新ならず、ギャンブル失敗により攻守交代、テイクオーバーによりましてトライスターズの攻撃に変わります。クラブアイランズその地上戦の強みを生かして一気に攻撃展開を図らんというところでしたが、しかしトライスターズ踏ん張りまして攻撃権を奪い返すに至っております。トライスターズ相手陣46ヤードからファーストダウン10、
ォーターバック21番スナップを乱しまして、後逸仕掛けましたが、それをリカバリーし自らの総力で前進しノーゲインという形で終わらせております。ここはかつてのエースランニングバックだった木田のその健脚が生きたプレーでした。トライスターズセカンドダウン10、成功。クォーターバック21番プレッシャーを感じながらタックルを振りほどいて左に流れ、そこからワイドレシーバー34番にパス、これを見事34番キャッチしまして約6ヤードから7ヤードのゲインに変えています。パスを投じましたのはクォーターバック21番の木田、取りました34番は伊橋です。文字通りチームを牽引するこの2人の選手がここでも素晴らしいプレーを見せています。無資格レシーバーのダウンフィールド、トライスターズ79番、プレディアスポットから5ヤードのペナルティ、セカンドダウンを繰り返します。しかしここで反則がありました。オフェンスに無資格補給者のダウンフィールドの侵入がありました。オフェンスチームはパスコースに出ていい選手に制限があります。それ以外の資格がない選手がパスコースに出ると反則となり5ヤード抜体という格好に変わります。従いまして先ほどのプレーは無効となりまして、セカンドダウン15の状況で試合再開です。クォーターバック21番オプションプレーから自らキープ、その見脚で中央トップ上がろうとしましたが、これをアイランズ44番が見事に対応しましてゲイン1ヤード程度でとどめております。仕留めました44番はクォーターバック兼任で活躍しております堀田です。京都大学ギャングスターズの OB、選手、ここで攻守双方で獅子奮迅の活躍を見せております。トライスターズサーダウン14、さあトラブル発生、ターンオーバー。ここで再びトライスターズスナップ見られました。なんとか抑えんとクォーターバックそのボールに飛びかかりましたが、しかし確保できないうちにクラブアイランズこのボールを奪い取り攻守交代です。ターンオーバーによりクラブアイランズの攻撃に変わります。さあクラブアイランズ残り時間1分24秒で攻撃の機会を得ました。ボールオンは相手陣44ヤード、クラブアイランズファーストアンテン、パス不成功。クォーターバック44番プレッシャー来る中プレーアクションのパスを1番に投じましたが、しかしコントロール定められずパス不成功となっています。セカンドダウンに変わります。クラブアイランズセカンドダウン10、パス不成功。クォーターバック44番右スプリントアウトから奥にいましたレシーバーにパスを投じましたが、しかしディフェンスのカバーに合いましてパス不成功です。サードダウンに変わります。さあ残り時間1分8秒の状況、クラブアイランズなんとかこのシリーズを生かしたい。ボールオンは相手陣44ヤードからクラブアイランズサードダウン10、
インターセプト、ターンオーバー。ここでパスプレーに展開しましたクラブアイランズ。しかしそれを取りましたのはトライスターズ17番。インターセプトにより攻守交代です。ターンオーバー、攻撃権はトライスターズに変わります。ここでインターセプトを決めましたのはトライスターズ17番の酒井でした。大手門学院大学出身のプレイヤーです。トライスターズ相手陣49ヤードからファーストアンテ。パス不成功。ここでトライスターズはパスによってさらに得点を狙わんといたしました。しかしこのパスはリフレクトされましてパス不成功となっています。トライスターズセカンドダウンに変わります。トライスターズセカンドダウン10。成功。ファースター、クォーターバック21番、右にロールアウトしてワイドレシーバー2番にパス。このパス見事に2番キャッチしまして攻撃権更新です。トライスターズファースター。またレシーバー外で出ましたので一旦時計は止まっております。試合時間残り35秒でトライスターズ相手陣36ヤードからのファーストアンテ。パス不成功。クォーターバック21番、最初のパスアクションで、カバーありと見まして、そこから左に流れてワイドレシーバー18番へのロングパス。しかしこれはわずかにオーバースローしパス不成功となっています。トライスターズセカンドダウン10。セルフスタート、トライスターズ55番、5ヤードのペナルティー、セカンドダウンを繰り返します。ここでオフェンスに反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。5ヤードバッタリしセカンドダウンやり直しとなります。トライスターズ相手陣40ヤードからセカンドダウン15。さあ抜けている、ナイスラー、ファースター。ここでオプションプレーを展開。ボールを託されましたのに枠、そこから右サイドライン際を独走、一気にエンドゾーンに、クォーターバック21番がそのままキープしまして右サイドライン際を独走、一気に相手陣4ヤードに迫る素晴らしいラン決めまして攻撃権更新です。トライスターズファースター。さあこれによりまして相手陣10ヤードに入りましてファーストダウン2ゴールに変わります。前半試合時間残り12秒の攻防、トライスターズファーストダウン2ゴール。ここでホイッスル、チームタイムアウト、トライスターズ
後半1回目トライサーズ、ここで後半1回目のタイムアウトを取ります。さあタイムアウト解けます。試合再開となります。トライサーズ相手陣10ヤードからファーストアンド2ゴール。パス成功、タッチダウン。ここでトライサーズクォーターバック左側に回したレシーバーへのホットパスを投じました。このパスをワイドレシーバー見事にキャッチし、そのままエンドゾーンかき込んでタッチダウン。トライサーズ試合終了間際の状況でタッチダウンを重ねまして6点追加となっております。トライフォーポイントはブロック、トライフォーポイント失敗という形になりました。キックされたボールが宙に舞い、これをキャッチしたキッカー13番、そこからランプレーに展開しようといたしましたが、しかしこれはクラブアイランズ阻止しまして、結果的にトライフォーポイント失敗となっております。しかしトライサーズここでタッチダウンを重ねまして6点追加、22対0となっております。さあ残り時間5秒となりましたが、トライスターズキックオフいたします。ここでアイランズがこのリターンでどのような選択をするか注目しましょう。アイランズとしては残り時間このわずかな状況、しかしなんとか1本返さんというところになります。さあアイランズリターンに入る。自陣30ヤード付近でボールデッドとなりました。試合終了、ここで試合終了となりました。試合終了となりまして、トライサーズ22点、クラブアイランズ0点でトライサーズの勝利となりました。クラブアイランズ惜しくも敗戦となりましたが、しかし非常に重厚なオフェンス、そして力強いランプレー、非常に印象に残る戦いぶりでした。秋に向けてさらなる躍進が期待できる、そのような戦いでした。ナイスファイトでした。本日は足元の悪い中応援ありがとうございました。トライサーズこの試合見事な攻撃、そして守備を見せまして見事完勝いたしました。素晴らしい戦いでした。かつての力を取り戻し、はい、XE 優勝争いに挑まんとするその兆しを見出せる素晴らしい戦いでした。ナイスゲームでした。
コメントありがとうございます。丸山さん、トライスターズの関係者の方ですかね、かつては風が河川敷でも練習ありましたですか、その意味では私の近しい位置ですので非常に嬉しく思います。配信でもご案内してましたが、伊橋選手、34番の伊橋選手ですね、現役であります。しかもチームの現在代表として文字通りチームを鼓舞する形で引っ張っております。本日も素晴らしい活躍をしていました。ぜひこの動画を振り返りいただき、伊橋選手の活躍をご覧いただければ嬉しく思います。よろしくお願いします。両チーム素晴らしい戦いを見せていただきました。この交流戦X リーグ そのジュニアトーナメント交流戦に素晴らしい1ページを残す一戦でありました。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは愚鈍だが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かしたスタープレイヤーがもたしてくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そして次へと進むこの物語の続きを楽しみとしつつ、本日の配信はここで終わらせていただきたいと思います。皆様長時間にかかるご視聴ご観戦ありがとうございました。本日の配信は NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会の許可を得まして配信させていただきました。その配信実施いたしましたのは私道楽屋でした。また機会ありましたときは、配信をさせていただきます。またお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。